どうもキューティーです。やっと準備が整いまして、キューティーのショップというか、まあ私物、まあ、ほぼ私物をまずは販売する形にしていくんですけど、を紹介していきたいと思います。まず第1弾、スウェーデン軍の M69 単価スラケット、販売します。いいね、前私服で着てた。そうですね、前回の動画で私服紹介をした時に着てたやつですね。背中がすごいね。まあタンカースジャケットってことで、タンカー戦車乗りが着用していたジャケットになります。結構なんでギミックがすごいですね。めちゃくちゃジップがもう四方にバシッと走るジップが入ってて、で多分プラスチックのジップじゃないんで、年代は結構浅いですね。 M69 なんで、まあ70多分70ぐらいですかね。プラスチックのものになると80年代とか90年代になるんですけど、まあアルミかな、アルミだよね。うん、っぽいね。まあアルミなんで初期のものになりますね。まあ、北欧らしいデザインパターンというか、まあ、スウェーデン考えつかないよね。スウェーデン軍らしいこの緑の色合い、綺麗な色と、あと、ま、本当モルスキンのような、結構多分細かいと高密度に折ってる生地感がすごいいいですね。あんまりモルスキンっぽいような、なんかこの当たりがね。そうですね、ちょっとまあ状態はまあ融通になってて、多少こうまあ使用感があるんですけど、まだまだ状態のいい一着です。結構ミリタリーパンツとも今の感じで合わせてもそこまで、なんだろう、ガチ感がないというか。そうですね、なんかエポレットがないからかな。結構ギミックが満載なんですけど、こう綺麗めというか、割とカッチリとかっちりとも合わせていただけますね。面白いジャケット、まあ、あとデザイナーズとかと合わせていただいても、相性よくハマっていただけると思います。開けて着るとこんな感じですね。開けてきてもかっこいいですね。本当なんかミリタリーらしいなんかやぼったさがあんまりないですよね。あ、確かにシャープだね、すごい印象。なんか袖のラインとかも割とスッキリしてて、多分狭い戦車の中でこう動きやすいようにっていう風にも、まあ動きやすい風に作られてるんだと思いますね。で多分その細さっていうのはやっぱり上にね、スウェーデン軍って、まあ、スウェーデンで戦ったりする時とかね、そこら辺ちょっと寒いんで上にコートとかも羽織ってタンカース、まあ、まあタンクの中、戦車の中にいる時も多いと思うので、まあ、全体的に細身に作られてるんだと思います。まああとこれ何がすごいかって、中のギミックがすごくて、まあ、それが一番やばいっすね。見してみおーやばすごいなバキバキだな、すごい。まあアクセサリーというか、あ、これ反対にひっくり返してきても面白そうやね、これ。あ、ありかもしれない、ね、着てみようすげえな、これパラシュートっぽい。いやー、かっこいいね。こういう風にしよう。あ、どうすか。あ、いいじゃん。もう一個それ通してみ。エリ、え、待って、超いい。え、めっちゃいいじゃん。面白、かっこいい、かっこいい。実用性はあるかもしれんけど、え、なんかデザイナーズにあっても全然おかしくない。この発想はなかったわ。これやばい、今俺の中にちょっと孫子マルジェラがちょっと降りてきてそう、お前ちょっと裏返してみろって言ってたから、まあ、あとウエストロにドローコードがついてたりしますね。いや、なんかすごい、まあ、あとまあこのなんか戦車、うん、まあ狭い戦車の中からこうこれを着てるこう、まあ、兵隊を引っ張り出すときに、あ、この
なるほどね。ストラップを使ったみたいなんですよね。あ、そういうことなんだ。背中の裏にもうあの中にアクセスするジップがあって、ここを開けてこの背中の、それ知らなかった。アクセサリーをこう、なるほどね、これを引っ張ってなんかあのこれを着てる人を戦車の中から出してたみたいですね。ちぎれそうで怖いけどいけるもんなんだね、意外と ね。まあそれがもうビシッと背中に、まあ、内側に貼られてますね。こう中のデザインがすごい面白いですね。本当に多分他にはない一着です。素晴らしい。ここもなんつうんだっけ、あの股にモンキーヒップじゃなくて股につけるやつがついてますね。なんだっけ、なんつうんだっけビーバーテールそうだ、デニソンスモークとかに見られてるですね。まあこう内も外もこう凝ったアイテムです。すごい内側の作りマジでやばいね。素晴らしい。まあ、あと襟がこうちゃんとあのステッチが走ってて、襟裏ステッチ、襟を立ててもこう襟の形を損なわないように、まあがちゃんと整うようになったりと、本当にすごい凝った一着です。まあ、あんま多分なかなか見つからないですよね。僕もここ何年かミリタリーアイテム見て初めてこうやっと手にできたというか、すごい気に入ってたんですけど、まあこう他のなんかこう着たいなって思う人にこう譲りたいとね、譲ってこう着て楽しんでいただきたいなと思って今回あの出すので、ぜひ興味ある方は見てみてください。結構まあいろんなあの合わせ方はできるので、そんななんか着るのが難しいって感じではないので、あんまりこう着方にこう悩まずざっくりと着ていただけたらなと思います。ではまた次のアイテムを紹介するので、あの今回はこんな感じですそれではまた